です。はい、この日がついにやってまいりました。本日はですね、Jリーグ観戦 Vlog となっております。湘南ベルマーレ対ヴィッセル神戸の試合を見に行きたいと思います。うん、パチパチパチ。で、今日はレモンガススタジアム平塚の方に行きたいと思います。まあ今ね、湘南ベルマーレが18位。で、ヴィッセル神戸が17位っていうね、大変な状況の中の2チームの対戦ということで、だいぶね、注目も高まってると思うんですけど、ヴィッセル神戸はね、先日、川崎フロンターレには負けてしまったんですけど、その前の試合にですね、4対1で、今季 J リーグ初勝利を収めている次第でございます。でね、最近の湘南ベルマーレに関しては、ここ4試合くらい勝ち星上げてなかったのかな？引き分けとか負けでちょっと続いちゃってるので、ここでね、ちょっと勝って、いい流れをつけたいというタイミングだと思うんですけど、ちょっとね、注目選手がね、まだスタメンがね、発表されてないから何とも言えないんですけど、湘南ベルマーレに関しては、やっぱり谷康生選手ですね、キーパーの。私もうちょっと小柄な選手だと思ってたんですよ。そう、でも思ったよりでかいし、セービングはやっぱり、あ、さすがだなっていう。言葉薄いな、なんだろう。なんか安心感がすごいですね。やっぱ止めてくれるよね、みたいな感じでございます。で、あとはね、ウェリントン選手、フォワードの選手ですね。結構大型な189センチの。まあ、体が大きいというのもあると思うんですけど、なんかすごいパワーを持って、恐れずにこうやってくる選手、みたいな。そういった怖い選手ですね。だからその人は結構攻撃のキーになるのかなと思っております。ヴィッセル神戸はですね、やっぱり、武藤選手ですね。あの人のプレイエリアの幅が広いことによってみんなが助かってるんですけど、途中きつい時間帯ってなんか絶対あると思うんですけど、武藤選手だけはもう延々ずっと走ってるっていう。ボールが止まってて、戻ってくる時も、ジョグしながら戻ってきてたりとか、足を止めない選手ですね。だからすごくこう気の使える選手で危ないスペースはどこなのかとかすごい埋めてくれる選手なので、周りからしたらすごい助かってる選手だと思います。なんで、武藤選手にやっぱ注目ですね、私は。で、あと今日出てくれるかわかりませんが、荻原選手がね、来てくれると嬉しいです。であとヴィッセル神戸に関しては、ロティーナ監督が来てから私初めて見るので、今年の開幕戦名古屋対ヴィッセル神戸見に行かせていただいたんですけど、その時はまだ違ったんで、ロティーナ監督になってどう変わったのかなっていうのがちょっと楽しみですね。であとはやっぱ、イニエスタ選手ですね。試合の技術をちょっと盗んでいきたいと思います。私も使えるように。で、どこで使うんかって話なんですけど。で、今日はちょっと天気がね、あまりよろしくないから、ちょっとそこが心配なんですけど、そう。ま、いろいろスタジアムのグルメとか、あとなんかベルマーレビールってのがあるみたいなんで、それを飲めれればなと思います。ちょっと今日はね、親知らずがめっちゃ痛いんですよ。アドレナリンが出ると思うので、これで治していきたいと思います。私の最高の治療方法だと思ってるんで、サッカーを現地で見ること、そしてビールを飲むことが。では、行ってきます。こんな感じで歩いて向かっております。すごいマスコットキャラクターの地面です。もう着きます。もう着きそう。雨なんだけど今日もちょっとこれ雨女説結構立証されそうな感じの雨。
私の注目選手。やっぱね、ここのね、人の良さが出てますよね、こうやって。ほら、カメラマンにも入っとってきた。ほら、人の良さが出てる。今から選手が入場していきますよ。応援していきたいと思います。すごい。湘南の風の歌に乗せて。ということで今前半が終了しました。前半は1対0で湘南ベルマーレが今リードしているという状況でございます。湘南の方が攻めてるのかな。チャンスは多いですね。でもボール保持率的には半々くらいなんですよ。けどなんかヴィッセルはあんまり怖さが持ってないというか、ね、やっぱりイニエスタ選手はとっても上手です会場が沸くくらいなんで、すごい楽しみにしたいと思います。後半も楽しめてるか。はい、ということで帰ってきました。はい、皆さんいかがだったでしょうか？あの、試合は。ということでね、ちょっとその前に紹介したいものが2つ、2点ほどあって、私が最初にクラフトビールを買ったと思うんですけど、あのクラフトビール本当は瓶に入ってるんですよ。なんですけど、あの、スタジアム内がその缶と瓶が持ち込み禁止ということで、没収されてしまうので、あの、瓶の販売は試合終わってからになりますって言われて、急いで買いに行ったんですけど、じゃーん。これはね、湘南ビールでございます。スイートオレンジって書いてあって、そう、これが私が飲んでたやつです。最初一杯目飲んでたやつ。そう、これがクラフトビールで、ちょっとね、甘いビールなんですよ。フルーティーなビールで、すっごく飲みやすくて美味しかったです。で、もしかすると飲み応えが欲しいっていう人にはちょっと物足りないかもしれないですね。そう、ここにね、湘南ベルマーレのロゴとかもあって、いい感じ。で、こっちがね、IPA って言って、湘南ベルマーレの選手が実際に香りを嗅いで選んだ、サブロホップを使用した IPA。シトラス、ココナッツ、ミントを思わせる香りが華やかで、夏のサッカー観戦にも最適なドライな飲み口です。ビールですね、こちらも。かわいい、見て、ほら。ちょっとこれを飲みながらやろうかなとも思ったんですけど、ちょっと飲むのもったいなすぎて、飲めないっていうのと、ちょっと親知らずが痛くて今。今日は飲まずにやります。振り返りをね、していきたいと思うんですけど、まず試合結果で言うと、2対1で湘南ベルマーレの勝利ということで、湘南ベルマーレはなんと J リーグ今季ね、ホーム初勝利ということで、まずはおめでとうございます。マッチの選手だ、そう。
松野選手がね2点を決めて、菊池流帆選手が1点決めて2対1という感じでございます。この松野選手はね1999年生まれだから、私の2個下、まだ23歳、今年23歳とかの年ですね。履正社高校出身だそうで、そういいシュートでしたね。が相手のミスを逃さないって感じでしたね。全体的に言うとチャンスは湘南ベルマーレさんの方が多かったんですけど、ボール支持率的にはそんなに変わらなかったのかな。なんですけど、なかなかねヴィッセル神戸はね、いいチャンスっていうのが少なかったですね。なんでだったんだろうな。やっぱ、ね、イニエスタ選手がボールを持つと何かしらつながる、うん、ミスなんだろうけど、そのミスはすごく悪いミスじゃなく、いいミスというか、なんかね意味のあるミスをする人だなって思いました。そう、ボールをわざと前に蹴って、でも全然繋がんないんですよ、それは。けどなんでそれを前に蹴ったかっていうと、ラインがめちゃめちゃ押し込まれてるから、そう、ラインを押し上げるために、めちゃめちゃボールを蹴る。しかもそれを、そのボールを蹴るっていうのは、相手の最終ラインをちゃんと越すように蹴るんですよ。それでラインを上げさせる。っていう意図があったんじゃないかなと。そう。繋ごうとしてボールを失うよりも、やっぱそうやってラインをね、押し込まれてる状態だったら、ラインを上げるために、状況を判断してどのようなプレーをするかっていうのがね、やっぱイニエスタ選手はすごいな、すごい長けてるなって思いました。前見た時よりもヴィッセル神戸は合ってきてるなっていうのが感じました。あのユルキ選手とイニエスタ選手とのすごいパスワークとかもできてて、やっぱね、日にちを重ねるごとにお互いのプレーが分かってきて、どうしたらね味方のためになるとか、どうしたらあの人が動きやすいんだっていうのがやっぱ分かってきてるのか、すごい合ってきてて、そう、パスワークがつながってるなってイメージがありました。うん、見てて面白かったです。そこのゆるき選手、イニエスタ選手のあそこの雰囲気って見ててすごい面白かったです。湘南ベルマーレに関しては、まあ谷選手、うん、キーパーの谷選手の好セーブがね、そう、ヴィッセル神戸も何回かいいシュートシーンがあったんですけど、あの谷選手の残ってる足がね全部セーブしてきましたいや、さすがですね。近いねニアのスペースはもう全部切って、ファーのスペースは足で消すみたいな。で、そこでね、足でブロックするっていうシーンがあったので、やっぱさすがだなって思いましたね。あ、そうだ、ちょっと思ったんですけど、ね、まず今日ね、すっごい人が多かったんですよ。土曜日ってのもあったのか、雨だから人少ないかなって思ったんですけど、すごい人多くて、1万人くらい、1万人超えでしたね。そう、もうみっちり入ってました、結構。で、レモンガススタジアム、スタグルがすごいよって話は聞いてたんですけども、本当にお祭りみたいで、そう、いろんな、ずらーっとね、出店みたいな、キッチンカーとかバーって並んでたり、あとなんかそういうちっちゃい子がね、楽しめるような、ブースがあったり、で、終わった後には、なんかすごい列並んでるなと思ったら、緑色のトングを貸し出ししてて、みんなでゴミ拾いしましょうっていうね、イベントもしてて、すごいいい地域のつながり、いいイベントというか、そう、J リーグって何でしてるかって言ったら地域の密着なんですよ、そう。だからいろんな地域にそういうチームがあるわけで、そう、それを J リーグが率先してゴミ拾いするっていうのはすごくいいイベントだなって思いましたね。地域とのね、関係性も深めるいいきっかけになるんじゃないかなって思いました。でね、今日嬉しかったことがあって、いろんな方が声かけてくださったんですけど、私が前に日産スタジアムでマリノス対名古屋かなの試合の動画 Vlog を見てくださって、今回は平塚に来るんじゃないかなと思ってましたって言ってくださった方がいて、それで本当に会えてよかったって言ってくれる方がいて、あの企画やっててよかったなって思いました。で、そのこの試合終わった後のお家でこの話してるのとかも見てくださってるみたいで、すごい内容面白いですって言ってくださって嬉しかったですね。で、あと女の子の湘南サポーターの方かな、もう声かけてくださって、そうね、めちゃくちゃ嬉しかったです。私のそのファン層が 4% しか女の子がいないので、その数少ないね女性サポーターの方が声かけてくださってめちゃくちゃ嬉しかったです。で、ウェリントン選手ね、後半途中から出てきたんですけど、やっぱりねでかい、ちょっとねガンバのパトリック選手と似てる。やっぱりね、あのタイミングで前に出て、前の選手だし出てこられると、ディフェンス陣からしたらすっごい嫌ですよね。こっちは点を取りに行きたいのに、前からやっぱ追ってこられて、パワー持った選手が入ってこられると、まあ引かざるを得ないというか、うん、難しいところでいい采配をしたんじゃないですかね、山口監督はでね、最後ですよ、最後、試合の終わり際です。ハンド何イニエスタ選手が最後のねワンプレーですね、フリーキックを蹴ったんですよ。
見事にね、ゴールに入ったんですよ、それが。もう大盛り上がりですよね。もうやっぱすごいな、みたいな、もう、やっぱすごいな、みたいな、なってたんですけど、なんかね、湘南ベルマーレの選手がめちゃめちゃモニター見てるんですよ。で、なんだろうなって思ったら、リプレイがあって、そこでヴィッセル神戸の選手の方が手に当たっちゃってて、ハンドじゃんみたいなね、そう。アピールしてて結局 VAR の結果ハンドという結果でそこでピッピッピで試合が終わったんですよ。もうその瞬間ヴィッセル神戸の選手たちがもう審判のところにうわーって行って、その瞬間周りにいたスーツ着た警備員みたいな人うわーって中入っていって、ロディーナ監督もうわーって中入っていって、もうねすごい感じで終わりました、試合が。なんか終わり方はちょっと独特でしたね。最後礼してるピッチの中にロディーナ監督もいたりとかそう、審判選手以外の人もいるみたいなね状況でした。ちょっとね不思議な光景で終わりました。でもね、ヴィッセル神戸的にやっぱ勝ち点欲しかったと思いますね。これで多分ひっくり返りましたもんね、順位が。わー、これはねちょっと痛かったんじゃないかなと思います。あ、そう、これもねゲットしてきました。湘南のスタジアムのビールのグラスでございます。このね、楽しめてるかがね湘南の スローガンらしいんでね。だからね、やっぱああいうスタグルとかがすごく多かったのかな。だいぶ楽しかった。楽しめてるか？楽しめてるよって返したよ、私は。もうね、歯が痛くてね、もう何喋ってるかわかんない。酔っ払ってる気分。ってことで、次のスタジアムはね、どこ行こうかな。次どこ行きたいかな。まだ行ったことないとこ行きたいんですよね。でもね、今一番行きたいのはね、ベガルタ行きたいかな。見ましたか？皆さん、ベガルタの。飲み物半額セールをやってたらしいんですよ。そしたらベガッタくんがカレーも飲み物だから半額だよねみたいなツイートをしたところ、ベガルタはいや、さすがに飲み物じゃないですって言ったんだけど、でも選手もね、そうカレーは飲み物だっていう人もいたりねしたらしくて、結局カレーが飲み物になるという半額セールがあったみたい。あるのかな、これから。そう、あるんだ。今年 J1 に上がっていただくためにもちょっと応援しに行きたいなと思います。またね、どっかのスタジアムに現れると思うので、ぜひ声をかけていただければと思います。すいません、ちょっと今日ね、親知らず痛くて、ちょっとろれつが回ってなくて、聞き取りづらかったかもしれないんですけど、またね、このサッカー Vlog 上げていくので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ皆さんもサッカーをね、スタジアムで生で観戦して楽しんでみて、サッカーの魅力にね、気づいていただければ、楽しんでいただければと思います。それでは皆さん、スタジアムでお会いしましょう。バイバーイ。